お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのゴレデッキやっていきたいと思います。さあ、というわけでですね、現環境このゴレがマルチ上位でねすごい流行ってます。まあ、他にもねダクネ型とかいるっちゃいるんですけど、まあごく一部って感じで、主にはこの方かなと思います。でゴルナイリババがねマジ強いですね。だから2倍タイム入ってからのマジゴレの光栄つければもうどんな鉄壁だろうと絶対突破できるよねっていうのがこのゴルナイリババですね。まあ、ゴルナイなかったらランバーとか、まあ、ダークプリとかでもまあなんとかなるとは思います。はい、というわけでやっていきます。さあ、で対空がまあややきついですね。まあベビとメガゴしかいないんで、まあ、空はもう気合で頑張ってください。まあ、バルーンとかはねトルネードを使いながら、逆にこっちがねバルーンを止めれない。だけどあっちもこっちのゴルナイエリババを止めれないっていうのになるんですよ。まあ、なんで相手がラバとかバルーンだったら、まあ、守るっていう意識よりかは、まあ、こっちの攻めを通して、まあ、1-1、そして、まあ、2-1、3-1とかで勝つのが理想かなと思います。でアーチャーなんで今回の相手は、まあ、クロス、ホグ、まあ、極まれにバルーン、まあ、極まれにスケラーぐらいの感じです。さあ、スケブ来たな。アーチャー、スケブ、ワンチャンパッキンとかもありますね、フリーズ。でゴレは、まあ、序盤なんだろう、相手の攻めカードですね、ホグとか守って絶対ホグ来ない、ジャイとかで攻めてこないっていうターンがあるなら、まあ、ケツゴレしてもいいんですけど、まあしてもいいけど守ってもいいですね。さあ、エレキのエリポンアーチャー、いやエリポンちょっと嫌ですね。ライトニングで壊すものの、サゴニア、バルキリート、まあ、今のね走らせないですね。走らせても絶対相手受けてくるので、何かで、そしたらね僕の1コス無駄になるんで、まあ、あれとかはね走らす必要がないですね。でこれケツゴレ行ってもいい気もするんですけど、それこそまだ相手のデッキは分かんないので、まあ、行く必要もないと、まあ、負けたくないというか、なんか逆サイね、なんかよくわからんスケラで大ダメージ受けてゴレもね簡単に抑えられるとそれはそれ嫌なので、まあ、ここはちょっと一回ね受けから行きましょうか。ペッカが出てきましたね。さあ、ペッカです。まあ、ペッカはちょっと嫌ですけど、いやーこれベビーが相手の陣地に入るのも、あ入ってない、いや神市、いやこれライトニングは打ちたいけど打たなくていいですね。エリポンがねどうにもできなくなっちゃうんで、これさなんかええ感じにユニット残したいっすよね。でまあスケルトン部隊がいましたね。でバルキリー、これペッカスケルじゃね、これまあ一応今相手がペッカ出したサイクルっていうのもあるので、まあ、間に合いと思うんですけどね。あこれゴルナイでここある程度処理で切っとくと楽かも。さあラムはちょっと突進しゃーなしで受けながら、よいしょ。さあ、これ許容ですね。で、ペッカを僕は突破します。はい。このね、エリババです。いや、ロケットとかない限り大丈夫だと思うんだけどな。さすがに。さあ、エリババゴル内で、これもうペッカとか溶かしちゃいます。もうユニットです。やばいです。はい。ユニットゴリゴリいっちゃって、からのゴル内のダッシュも欲しいな、これ。ダッシュして、さあ、スケルトン部隊を突破して、気づけば、ユニットがね、大量に残ってる。いや、ここ無理やりでも突破したい。オッケー。さあ、ワンパンじゃないか。これベビが、ずっと竹取ってますね。いやー、ここユニット追加いってもいいけど、ここ、相手スケラなのかな？これ別にベビードラタルあればスケラも守れるので、まあ、ちょっと高めの位置で、まあ、守りも意識しながら、で、ここペッカ来るじゃないですか。溶かします。はい。メガゴエリババが火力特化なので、まあ、この辺使ってペッカを溶かしたいですね。で、まあ、ゴレ溶けたとしても、ゴレって、ゴレの光栄がこうぶっ壊れてるんで、よいしょ。さあ、まあ、ゴルナイもね、とりあえず適当にタックルさせて、あとはユニット追加と。というわけで、なんならペッカも、まあ、序盤耐えれれば、後半は有利だと思います。序盤は、やっぱ両サイ振られたりとかで、結構しんどい部分もあるかもしれないですけど、もう後半になってしまえばね、こっちの方がね、相性いいんじゃないかなと思います。まあ、結局、光栄がやっぱね、止まんないっすね。ベビーメガゴ、このエリババゴルナイとかが、まあ、マジゴリラなんでね。なんか相手が、例えばロケットとか持ってたら、それこそゴレの後ろにいっぱい出しすぎるとロケ打たれちゃうんで、まあ、そういう時はつけすぎないでね、逆サイドにエリババ流したりだとか、ゴレの後ろにメガゴだけで様子見て、相手がユニットとか出してこそなそうだなって見たらこう追加1枚ずつゆっくり追加したりだとか、まあ、一気にユニット追加しないのが大事ですね。さあ、エレジャイかな。まあ、エレジャイはもうエリババで頑張ります。さあ、ゴルナに頑張ってもらって。アーチャク、あれはもう、ライト打ちたいっすよね、正直。これなんか、もう一枚ぐらい出てくるんじゃね？出てこない。いやー、
まあ、ライト打たない方がよかったんかどうだろう。まあまあまあ。で、これはちょっと後ろから溶かしたいですね。いやー、この追加スキルうまいですね。これトルネとかで相手陣地に引っ張られたらちょっと怖いですけど。いやー、これトルネで下げるか？いや、ここはちょっとお互い痛い痛いダメージってことにしておきます。さあ、ライトニングちょっと打たなくてよかったっすね、あれは。自陣処理で考えとけばよかったな。そしたら今、エリババともう一枚とかでエリジャイア着衣処理できてたんで、ちょっと無駄ライトですね、あれは。やっちまったっすけど。さあ、着衣がね、スケボンバーの、まあ、エリジャイなんで、結構回転範囲ですよね、相手の着衣が。そう、これがね、結構厄介なとこですね。うん。さあ、一回落ち着いて、まあ、圧着衣にさえライトニング打つか、まあ、ライト打って、後半結局形組んでしまえば、僕の方が絶対有利だと思うんですよ。で、相手の対空が圧着衣しかいないんで、このベビーとかね、端前のベビーメガゴちょっと強いですね。うん。まあ、端前エレジャイされたらされたの、もう守れないので、まあ、逆だったら後からエリババで守っていいと思います。さあ、こっからはマジで、形組み組みゲーだと思いますね。で、まあ、ライトニング打たれても、まあ、エリババが飛来心してくれますね。飛来心って言うのかな？ちょっとあれだけど。さあ、形組んで、マジで形組み組み家だと思います。で、ゴルナイ走らせて、いやー、いい。さあ、で、ライトニングもワンチャンね。いや、これで、音楽なんなら大ダメージ。いや、ゴルナイ壊れてる。相手圧着いね。こう出したのすぐライト打ってあげれば、さあ、ベビーメーカーゴン無双がね。ありますよと。まあ、エリババがね、結構エレジェイメタなんですよね。え、ちょっと待って。なんで、うわぁ、ちょっと待って、今、あれが予想外だな。なんか、メガゴがあっちサイドに帰っていっちゃったっすよね。さあ、これ守れそうですね。ああ、守ってしまえば相手は逆にこれ削れない。俺はこれ守れない。いや、守れるな。オーケー。さあ、エリババで、守って、オーケー。いや、スケボンバーがちょっと厄介でしたね。そう。で、このデッキも、僕はタルババ、ロリババでやってますけど、ボンバーの方とかもありますね。そう、だからまあそこはタルじゃなくてボンバーでもいいかなと思います。マジね、後半入って形組んでさえしまえば、マジで止まんないですね。だってペッカ突破できるでしょ？まあ他何でも突破できると思うんですよね。ペッカ突破できるならね。さあ、まあそんなわけで、まあ序盤こう相手が待ってくれるならまあ、僕も待ちますか。まあ、待って損はないと思いますね。で、相手が動いてきたら、まあ、それに対して合わせて、まあ、なんか相手がこうね、主力を使ったらね、ゴレ展開とかね。おー、さ、ムーとか、いや、これワンチャンケツゴレあったっすね。ケツゴレして、ゴレ内のスキルであのムーと壊せる説があったっすね。これ相手のユニット次第では、さ、マジアチャですね。マジアチャこれだって、無視しても大したダメージ入らないんで、あ、これゴレの位置やったっすわ。僕左下に出せばよかった。マジアチャの角度がぶっ刺さるっすわ。これ。いやー、まあ、これはもうおとなしく許容でいきます。痛えよー。痛えよー。マジで痛え。これゴレマジ左下に出しときゃよかったっすね。あれファイボとかかな？何なんだろう。さあ、マジで前半はユニット追加ですね。ぶっちゃけ。ユニット追加しとけば相手結構苦しくなります。で、ワンチャンファイボ。あ、で、取り手型なんでファイボがないっすね。こうやってほら、ゴレの後ろに、マジユニット、これ、ゴレ、ミニゴレにだけ行け！あっち！マジでもう一発！まあ、ゴレ走らせてもよかったですけど、まあ、ゴレの公園にユニットつけるだけで強いんですよ。ライトニングを打とうとか、なんかね、そういうのがあんま考えなくていいっすね。もうユニット追加の方が強いっすね。序盤はですね、序盤はやっぱスペル打つと、最初の試合、エレジャイ戦みたいにちょっとピンチになることもあるんで、序盤はマジでゴレ、どんだけライトニングしてるんだよ、もう、めちゃくちゃいい。もうめちゃくちゃいいじゃんって思えるライトニング打てるならいいんですけど、もうそれ以外は、ユニット追加しとけばなんとかなります。あれなんか相手のゴレない。無能だな。えー、おお、すげえ、透明化同士の、なんかそんなことになるんですね。そう。まあ。ゴールね、走っちゃうけど。まあ、この辺やれたらいいなと思いながら、延命してきたらライトニング打とうかなぐらいでいいですね。やべ、ちょっと、受けがね、怖くなっちゃったんで、ゴレ受けします。また左隅に出せばよかったな、俺。やべ、反省してね、俺。反省してね、やべ。さあ、右許容できますね。
で、ここさえ守ってしまえば、相手取れねえだったっすよね。うん。で、まあ、ゴレの後ろはリバーつけとくか。マジ、つけとくだけ相手辛いっすからね。さあ、マジ、ゴレ、エディババ、ゴルナイが。あ、さあ、まあまあ、勝ちなんでね。オーケー、さあ、グッドゲームですよ、と。いうわけで、いや、これマジ、高デッキパワーですね。ガチ高。です。まあなんだ、インドラとかやっぱ来ると、まあほんとライトニング打てないとインドラ突破できないとか、まあ攻め取るにしないとインドラ突破できないがあるんですけど、突破できないなら、まじ、突破しなくていいみたいなところがあって、それはなんか、相手さん、ズルじゃないですか。そう、突破できなかったら、まじで、これですね。インドラを処理しなくてよくて、もう、とりあえず、ゴルナイエリババブッパで、もう陸止まらんやろっていう。まあ、インドラで溶かされるんですけど、まあ、それよりも前に、こっちが大ダメージ与えてやるぜっていうやつですね。よいしょ、さあ、まあ、ボーラーバルーンか。これ、次、もう一回ランバル来たら、右サイエリババでチンパンしたいですね。まあ、始めランバーぐらいなら来るか、これ。さあ、いや、来そうですね、正直。いや、これで右サイド来るとやっぱ嫌なんですよね。おお、え、めっちゃ、ちゃんと後ろから来るっすね。バルーンが嫌っすね。まあ、インドラも嫌なんですけど、まあ、全てが嫌みたいなのがあるんですけど。さあ、これエリババに対応させて。あー、なんかエッチなトルネ来ましたね。エッチなトルネ来たけど、エッチすぎんそれは。いやー、これトルネ使うか。さあ、ゴレ出すと、ちょっとやっぱインドラとかがね、厄介になってくるんで、序盤、これ相手にはさすがに。一旦このゴルナエリババだけで勝てそうっすね。いや、マジで、ゴルナエリババだけでいけっつ、これ。メカゴがね、ガチ重要っすね。ランバル来たらエリババブッパ危ないかな。さあ、あと、ランバル来たら、これライトニング打っていいっすね。ランバーも来るでしょ。おー、いや、美味しい美味しい。ガチ美味しい。さあ、相手はトルネでまとめてくる。これだって、結構出さんといけんやろ。いや、ベビーが入るで。熱くね。さあ、ライトニング圏内まで来た。さあ、ゴルナイ用に絶対高めに来るので、走んなくてよくて。よしよしよし。なんか地味におったよ、地味に。マジの地味におったね。さあ、ゴレは一旦お休み中ね。いやー、これやっすよね。まあ、ライトニングトルネですね。いや、フリーズ来てもトルネ。はい、さあ、間に合わないと。いうわけで、もうこっからは、じゃあ、俺のエリババでも相手にしてくんなっていう、さあ、ボーラーのね、タゲを取るね。ゴルナイ。で、トルネとかね。やんなきゃね。怖いよ、相手は。さあ、ここで、竹変えれたら熱かったっすけど、オーケー。さあ、まあ、エリババじゃねえな。インドラきつかったら、エリババ通せば、まあ、なんとかなるよねっていう。まあ、ゴール出してもよかったんですけど、今回の相手には出さないのがちょっとよかったかもしんないですね。さあ、来た、ロボド。ロボって書いてやがる。さあ、来ましたね。ラバー相手。インドラがいなかったら、全然多分余裕だと思うんですけど、やっぱインドラがね、ガチ点的なんで、しかもラバデッキって、やっぱこう、陸も硬いんでね、縦線とか、墓石とか、ババとかもいるんでね。さあ、で、ラバーはやっぱ待ってくるか。さあ、待ってきそうですね。まあ、ゴールナイエリババで、もし、ワンパンできたらいいけどな。これもう暇なんでゴール出していいんじゃない？どうせバルーンだし。え？遅延スケラス。ラバーはどこ行ったね？ゴリゴリ遅延スキラっすね。全然ラバじゃないやん。なんやねん。まあまあまあいいや。別にいいや、それは。さあ、これ暇だしな。ゴルナイ走らせてもいいけど。まあ走らす必要もそうです。あいで、トルネ縛ってますね。いや、美味しいっすよ。これトルネミスってるから、エリババ生き毒みたいなとこないかな。あれ。ゴリゴリ鉄壁墓石来たっすね。やべえ、いらん入りババした。まあ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 。そういうこともありますわ。さあ、相手が、
事故ってくれたおかげでダメージリードは取ってると。でさっきゴレの後輩にビビドラしか出さなかったんですけど、2枚つけると結局ポープされるんで、やっぱ1枚つけつつ相手のこう動きとかを見て、まあ、次のカード追加するかどうかとかって感じかな。まあ、ちょっと2、3アド取ってそうですけど、捨てます、待ちます。まあ、相手も待ちたいデッキなんで、ケツゴレ行ってなんかナイトスケラで1本おられるのもちょっと嫌だったんで、さあ、まあこれ動いちゃうか。さあこれ止めます。止めてしまえばスケラはね結構抑えられるんで、まあ、止めるユニットなかったらトルネで下げるとかでもいいですね。いや思ってる以上、完封、いや完封は結構奇跡レベルっすね。いやベビドラ出してても入るときはボコボコに入るっすからね。さあこれ来るっすね。まあこれの繰り返しっすよね。でユニットつけながら、でゴルナイ走ってもらってね。いやこれ結構熱い、いいゴルナイじゃないですか。あ、相手に行っちゃうのかな。さあさあ、まあまあじわじわ与えながら。さあこれちょっと流れがいい気がして、ナイトもいないんで、端前かビビドラとかしかいないんですよ。まあだからメガゴで止めれるっていうので、そうそうそう。でこの辺からそろそろライトニングを僕見ていきたいですね。まあ、メガゴまで行くとね。さあでも相手もうまいっすよこれ絶対。さあここで処理してボス行きが来たら走ってゴールに。熱い熱いはず、よくわからんけど熱いはず。さあさあさあ、いや相手このミニゴレも嫌そうですね。でここはベビドラの受けように出して、逆サイ来たらエリババのコストあると安心安全ですけど、いやもう流れがいいですね。相手も僕がこうユニットちまちましかやっぱ追加してこないんで、打ちにくいんですよねポイズン。さあ、いやこれだけでも熱い。まあメガゴ追加ぐらいなら言っていいな。もう一枚来るか。タルババでターゲット取りたいな。ゴレが破裂した後にベビドラとかにターゲ行くんですけど、タルババ追加するとこれがタルに行くんで後衛が残りやすいですね。よいしょ。さあ、しけ止める。で、相手もこれさっきからずっと止められてるんで、それも分かって一旦ベビで待ってますね。で、このタルババで竹取られちゃうんで、いい感じに守りたい。で、僕これライトニングと、なんかもう少しで、もう58。これちょっとやばいっすね。やばくなってきた。上止めて、あとは、タルでしっかり守って、ライト圏内。ああ、ギョギョギョ。いやー、ちょっと最後ね、怖い、ヒヤヒヤしますけど、まあ、しっかり落ち着いて、端前止めっていうのが大事ですね。そうすると、スキル打たれても、プリンセスタワーが守ってくれるんでね。そないっす。はい、というわけで、今日はね、この頃やったんですけど、マジで環境でめちゃ強いゴールだと思います。ぜひね、皆さんもやってみてください。これでね、グラチャレ初の12勝とかもね、ぜひ見させてみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。